うどんタクシーのずんちゃんです。今日は去年の7月にオープン、琴平町にオープンした割と新しいお店、麺州さんを紹介します。ここではちょっと変わった、他のお店ではないメニューがあるので、それをぜひ紹介します。このお店一方通行ですね、うん、今入り口で出口があっちなんで、あんまり人と接触せずに入れるのいいですね、うん、これですね、これ青と醤油丼、初めて聞きましたけど、ないですね、青唐辛子、自家製の青唐辛子醤油をかけてます。辛味の好きな方におすすめです。辛味の好きな人青唐醤油丼で、どっちがいいですかね、寒いで温かい方、あ、じゃあ、はい、温かい方で、はい、お願いします。はい、お待たせしました、青唐醤油です。あ、ありがとうございます。よく混ぜてお食べください。混ぜて、はい。はい、混ぜてください。もうかかってるんですか、出汁が。かかってますね。え、出汁はかかってない。醤油は机の上のやつ。醤油は机の上のやつですね。薬味。これ醤油丼なんで、普通の醤油丼の感覚で、ネギとか。大根おろし、これトッピング。美味しそう。え、これ自分でセルフで入れ放題ってすごい。適量。はい。そうですね。じゃあ、めっちゃ美味しそう。いただきまーす。これ醤油丼なんで、あ、お醤油。お醤油を。醤油はテーブルにあるんで。何でしたっけ、青唐辛子、略して青唐って書いてましたけど、これを、美味しそう、混ぜます。大根おろしも合いそうですね、うん、辛いんかな、ちょいピリ、え、ちょい辛麺中太麺ですね、美味しそう、うん、いただきます。うん、すごいいい辛さ、私辛いの好きなんですけど、これ美味しい。青唐って何ですか、青い唐辛子、青い唐辛子、赤くない唐辛子、多分なんですけど、赤より青い方が辛いんかな、ちょっと後で調べます、調べるか聞いてみましょう、はい、この辛さめっちゃ美味しい。何入ってますか。青唐辛子の中です。味噌？いやー、なんだろう、けど自家製って、この麺州さんの自家製って書いてたんで、秘密じゃないですかね。ね、美味しい、本当に。香りだけでもすごい、めっちゃいい匂いしてきます。ね、そそられます。しかもこう温かいやつにしたんで、すごいなんか温まるし、口の中もちょっと辛くてちょっとピリピリしてぬくもりそう、なんかこう冬にめっちゃいいと思います。うーん、麺も美味しい。
様でした。この青と醤油丼、あの辛い好きな人はほんま好きやと思います。もう私これすでにもうハマってまた食べたいと思います。もうあっという間に食べてしまいました。でこの自家製の青唐辛子、あのチェビさんと寄ったんですけど、ご飯にもかけて食べたいし、あと鍋とかにもこれ絶対合うと思うんで、このうどんに合うのはもう間違いなく美味しい。いや美味しかった。この自家製のやつ、青唐辛子だけこれ欲しいですね、うん、買って帰りたいぐらい。いや美味しかった。 あと今日、まあ、今日これ紹介しようと思ったんですけど、あのよく売れてるのが牛すじぶっかけなんですけど、もうそれは今日すでに私が来た時にはもう売り切れでした。まあ、それもおすすめなのでぜひ。じゃごちそうさまでした。はい、またよろしくお願いします。 ありがとうございます。美味しかったです。はい、ありがとうございました。ごちそうさまです。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。めっちゃ元気。あれ、あ、うん、風が強すぎて、ドアカンカンカン。